せーの、かわいいアクラビーゼロー。グダグダか。はじめまして、私たちおちょべモンスターです。あ、おちょべモンスターです。はい、おちょべモンスターの夏目希子とあきちんです。どうもよろしく。桜井奈々子ことちーだらです。お願いします。声大丈夫？大丈夫。それよりも私これね、結構握力13キロしかないんだけど、すごい辛いんだよ。結構重いんだから。いける？頑張って。はい。この番組はスカパーカワイアン TV で毎週月曜日から金曜日夕方6時から生放送でお送りしているカワイアンクラビーのスピンオフ番組です。はい、まだまだスタジオで生放送とはいかないけれど、ライブを中心に頑張ってるアイドルがこっそりスタジオを使って番組を体験しちゃおうというものです。1ヶ月間での動画の再生回数が多かったアイドルが生放送のクラビープラスに出演できるということなので、はい、頑張りましょう。やる気あるか。あるオッケー。よし、はい、ではまずは私たちおちょべモンスターがどんなグループなのか紹介したいと思います。はい、じゃあちょっと軽く説明を。はい、私たちおちょべモンスターはですね、はい、OVA アニメ桜カプセルという、アニメ作品のプロモーション活動をするために集められた看板娘の中でですね、はい、すごいこう全国をね、うん、あ、そうだね、う、全国を旅してる間にすごく仲良くなりのなりのそう、こう、息を吸ってそんな感じで息統合したので、はい、今年の1月からじゃあ2人でアイドル活動をやろうということで結成した、うん、まだまだ新人のアイドルユニットでございます。イエイ。じゃあせっかくなのでね、自己 PR ということで何か特技を披露していただきたいと思うのですが、はい、あ、きちん、いつもの、いつもやってくれや桜カプセルの、ラジオでも、あ、おなじみのよくやってくれやるやで、やってくれよ、やる、やるか、大丈夫。じゃあな、秋、女子、うん、クレヨンしんちゃんが大好きで、ええ、ちょっと野原しんのすけみたいになろうと思って声だけちょっと憧れ、うん、かわいいから。あ、なるほどね。じゃあちょっとしんちゃんやります。うっほほーい、おら野原しんのすけだぞー。はい、うん、何伝わったかな、この感じ。ちょっと、いや、この感じ伝わったかな。ちょっと、ぼーちゃんもできる。あ、やってやってやって。ぼっく、ぼーちゃんです。ちょっと声ちっちゃくしただけやん、それ。ちょっとできる、やめて、それ。じゃあそれマジ大失敗したからラジオで本当やめよう。よし、行こうか。やめる。オッケー、じゃあいいや。はい、いいの、うん。ということで、はい、特技披露のコーナーでした。消えた。続いてはこちらのコーナーです。かわいいアクエッチョン。イエーイ。はい、このコーナーは私たちおちょべモンスターについての質問に答えながら私たちのことをより深く知ってもらおうというコーナーです。こちらのボックスに入っている質問に答えていきたいと思います。嫌な予感しかしない。いやー、怖いなー。何を聞かれるだろうか。いやいやな。じゃあ引きますか。はい、じゃあそれでは最初の質問です。はい、聞いてください、しんななさん。はい、聞きました。はい、開けていいですか。はい。あー、嫌な顔する。あー、嫌な顔する。あー、メンバーの中で一番〇〇なのは私。これをこのボードに書くんですね。あ、なるほど。あ、そういうことね。この怪しげなシンキングタイムスタート。スタート。しません。仕事だけの関係なんで。裸の付き合いって言ったよ、さっき。いや、仲良しですよ、めっちゃ。ねえ、ちんなのさん。うん、うん、どちらから発表しますとか。じゃあ、ちんなの、メンバーの中で一番丸々なの。一番食べ方が美しい。なんか食べ方、この人、本当に食べ方汚いんですよ。これ、やりますリアル。いや、でも、汚いかもしれないけど、めっちゃ美味しそうに食べるって言われる。あ、確かに言われる、うん、でも箸あんのかないのか分かんないぐらい手でいってるんで。なになに、どういうことそれ。手で食べる、原始人やんか。原始人ちゃんとお箸、そんなあなた
私、お茶目です。そのままや。お茶目。ひねるひねだ。そう、なんか棒みたいな振り回したくなるし。あ、うんちついた棒とか大好きなの。ピンクのドンキとかで売ってすぐうんち見つけたら、自分なのにこんなツルツルしたり。それってお茶目って言わないよね。え、なんじゃなんだよ。ゲスでしょ。ゲス。いや、かわいいよ。食べ方も汚いね。いやかわいいお茶目で通したいのいいですか。そう、じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ次行きましょう。よいしょ。椅子がどんどん回転していく。それね、ちょっと、なんで私の肩さ。なんだ。はい、どうぞ。ライブイベントであったちょっと面白い話。イエーイ。ちょっとむずいな。結構むずいな。ことでいいのかな。見ちゃった。見ちゃった見ちゃった。え、こんなことあった。ありました。アキ、え、じゃあアキ行くよ。うん、先に。あ、そう、どうぞ。じゃん、カツラがフライアウェイ。え、それ何。じゃあアキ、私見てないよそれ。そう、あのチンナナと一緒にお茶目モンスターを組む前に、少女タコサムというちょっと説明が難しい方と一緒にちょっと面白い感じのユニット、アイドルユニットを組んでて、その時は茶髪でこうツインテールでこうカツラを、そのカツラつけてたんですけど、歌ってる最中にその片方がポンって飛んでった。あ、でも全部あれだね、歌舞伎じゃなかったってこと。全部撮れたら歌舞伎みたいになるやん。あー、ネットでってこと。そうそう、ネットでってこと。そう、あのここだけやからつけてたの、ネットに。あ、なるほどね。でもよく飛んでいく。前も一人で喋ってもらっていい。前も高校生の時に文化祭でなんかあのパラパラをみんなで踊ってて、そしたら秋だけなんかその持ってたステッキのなんか一番いいところが飛んでったり、なんかすぐフライアウェイするんですよね。はい、ほら、もっと、そういや、もっと死ぬのも飛んでいかないでね。あー、分かった。え、芸人さんの方。そうこういるで。違う、芸人さんの。はい。ちょっと多分間違ってるけど、本番15分前に到着して声がどんどんカスカスの、長州力さんじゃなくて誰でしたっけ。小力さんじゃなくて、もっともっとカスカスの人。え、元気ですかじゃなくて、声ガスガスで売りの人、プロレスラーの人。あ、天竜。天竜ちゃうやん。天竜みたいな声になって、これでなんか助かったよね。うん、あったあった。ライブで低い声がさらにカスカスになって歌がずっと天竜が乗ってる状態になりました。え、なんで声かすれた。お酒飲みすぎ。違うよ。走ってきたんだよ。やんちゃうから走ってきて。あ、そうか。そごめん、リアルに時間間違えたからごめんね。本当謝ってなかったね、あの時。なんかちょっと調子悪いふりしてごめん。普通に遅刻した。オッケー。はいはい。はい、以上、かわいいクエスチョンのコーナーでした。イエーイ。はい、では最後に私たちからの告知をさせて番組を締めたいと思います。どうぞ、吉。はい、私たちおちゃめモンスターは、はい、6月7日にアイドル秋葉アリーナというところでライブがあります。詳しくは、夏目あき、そして桜井奈々子で検索してくださると、 Twitter やブログ、 Facebook など出てくるので、検索よろしくお願いします。はい、ということで、はい、この番組そろそろ終わりなんですが、海の限界だから。助かる。最初にも言った通りですね、はい、1ヶ月間での再生数が多かったグループが生放送のクラビプラスに出演できる。なるほど。はい、ということなので、でかいね、毎日そう、拡散などもしていただいて、はい、たくさんリツイートしてくださいね。はい、はい、たくさん見ていただきたいなと思います。それではおちゃめモンスターのクラミージェロでした。ありがとうございます。またね。バイバーイ。そいや、そいや。